今週のリライフは家庭で楽しむさまざまなアイデアをお伝えしていきます今日はわずか20分ほどで仕込めてしまう手作り味噌キットの話題です宮崎市青島の長友味噌醤油醸造素創業1877年の老舗が先月末から販売を始めた手作り味噌キット箱の中には混ぜるだけで完成する味噌の材料が入っています 今皆さん、えー、と家庭の中で過ごす時間がすごく増えていると思うんですがその時間を使って日本の伝統調味料であるお味噌を手作りしていただけたらと思っておりますご家庭で用意していただくものは大きめのボウルとぬるま湯を少しと保存容器ですまず麦、えー、と麦麹と米麹をよくほぐしながら混ぜていただきます。 次に麹の中に塩を入れて全体に均等になるようによく揉み込みますこれを塩切りと言いますこちらの蒸して潰した状態の大豆を混ぜ込んでいきます大豆の準備は一からやろうとするとなかなか大変な作業なんですがキットでは簡単に混ぜるだけで済みますここでですね元種としてえっ、ー、とうちの蔵で2年以上寝かせたお味噌を あの混ぜ込んでいきますで。ここがすごく大事で、よく混ぜ込んでいってください、えーと。大豆と麹がよく混ざらないとムラができてしまいます。 すべて入れ終わったら上からしっかりと押さえつけてさらに空気を抜きます表面を平らに整えラップなどを使ってしっかりと空気を遮断します最後に塩などをビニール袋に入れた重しを乗せて冷暗所で保管します直射日光に当てないこと割と清潔なえっとお部屋の片隅に置いておいていただくことまずカビを 防ぐためにはとにかく空気に触れないようにすること熟成中は一切混ぜないということをお願いしたいと思います九州の大麦麹で作った少し甘めの味噌はお味噌汁のほか、えー、と味噌炒めとか冷や汁とかスイーツなどにもアレンジできますぜひ自分の味噌を作ってみてください自分で作る味噌は格別の味です出来上がりの頃には 穏やかな日常が戻っていますようにそんな願いも込めながら家庭で味噌作り体験はいかがでしょうか